ン車種30台のスーパーカーがバトルするスーパー GT300 クラス。ついに迎えた最終戦くじ、チャンピオンに最も近いのは。ランキングトップ、リアライズ GTR、 ベテランの JP オリベイラとルーキーの藤波清人。そしてランキング2位につけるのはレオン AMG、 蒲生直哉、菅波東吾。強豪勢が逆転チャンピオンを狙い2台を猛追するが、大きくポイント差は開いている。やはりガチンコ対決か。しかしレースは順位が目まぐるしく変動、実況席も大混乱。向こう2位になるかもしれないですね。向こう2位になるかもしれない。いつ終わってるんだ。そうですね、向こうは2位、レオン優勝ですよ。ほら、果たしてチャンピオンを掴んだのは誰なのか。決勝前日に行われた公式予選、ドラマの始まりはここだ。コントローラーの通過弾がトップだ。カーナンバー61、しかし52のグリーンブレイブがさらに逆転。ポールポジションを奪ったのはランキング4位、埼玉トヨペットスープラ、ルーキーの川合浩太。そして2位にランキング5位、スバル BRZ 山内秀樹がつける。レオン AMG は5番手スタート。ランキングトップのリアライズ GTR はまさかの7番手。このままだとスープラが大逆転でチャンピオン、リアライズは追い込まれた。この状況に藤波は、まあちょっと予選では負けてますけど、決勝全然問題なく、はい、本当に大丈夫だと思います。自信はあります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。いやもうじゃないと、言い聞かせないと、もうやってらんないですもん。迎えた決勝。スーパーカーの頂点に立つのは、果たしてどのマシンなのか。気温9度。路面温度17度の中、レースはスタート。2020オートバックススーパー GT ラウンド8、高野のホテル富士 GT300 キロレース、 GT300 クラスも今レースがスタートしました。まずはカーナンバー52番をつけています、グリーンブレイブの GR スープラがいいスタートを切りまして、1コーナー TGR コーナーに入っていく。スバル BRZ 山内がスタートダッシュを決め、スープラ川合を捉え、早くもトップに出る。2位に落ちたスープラ。スープラにとってこのレース勝利することがチャンピオン獲得の絶対条件だ。その後方ではランキング上位3台、レオン AMG、ゲイナー GTR、リアライズ GTR が熾烈なバトルを繰り広げる。リアライズはチャンス到来。そしてゲイナー安田博信、レオン AMG 菅波東吾をロックオン。わーわーわー、大丈夫。うわ、激しいな。レオン菅波、ゲイナー安田の気迫の走りに押されポジションダウン、チャンピオンが遠ざかる。さらにリアライズ GTR 藤波がレオンを狙う。接戦になっている。さあ、そしてチャンピオン争い、チャンピオン争い2台が今並んでますね。今1コーナーのところでサイドバイサイド、65は56の前の、まずレオンは何としても前にいないと、はい、ね、行きたいところですね。まあ、GTR はストレートが速いので、はい、レースは強いと思うんですね。 AMG はブレーキングとかコーナーはいいんですけど、ストレートスピードは GTR に劣るので、はい、6位に上がったリアライズ、これでポイント上スバルと並んだ。
だがチャンピオンを取るためにはさらに順位を上げる必要がある。最終戦は各チームの気合がぶつかり合い、序盤から大荒れ。おーっと、クラッシュだ。クラッシュがある。ああ当てられている。カーナンバー87番の T ダッシュランボルギーニに追突されました。カーナンバー34。レース4周、ゲイナー GTR 安田、4位の K チューンズ RCF を捉えポジションアップ。そしてレース7周、スタートでトップを奪われたスープラ河合のタイヤがようやく温まってきてペースが上がってきた。現在ランキングトップのリアライズは6位ということで、このまま埼玉トヨペットがトップに立つと埼玉トヨペットスープラがチャンピオンになる。トップスバル BRZ 山内をメインストレートでロックオン返し。お、300クラストップ入れ替わりましたね。入れ替わりましたね。さあ、そして GT300 のトップが入れ替わったようだ。お、埼玉トヨペットスープラここでトップに立ちました。スープラ川合がスバル山内をオーバーテイクしトップを奪い返した。これでスープラはランキングトップに立ち、チャンピオンへ大きく近づいた。しかしリアライズ GTR 藤波もポジションを上げ5位へ。これでスープラとリアライズ GTR がポイントで並びランキングトップ。チャンピオンの行方は全くわからない。レース17周、4位を走るゲイナー GTR 安田から悲痛な無線が入る。本当ね、タイヤ来てるから、準備しといてください。今だけ突然来てるわ。ペースが落ちたゲイナー安田をリアライズ GTR 藤波がロックオン。さあ GTR 同士の現在ランキング1位と3位が、これだから300はここ、リアライズは、はい、まず前に出ればチャンピオンですから、はい、ただゲイナーも抜かれたらいけない、はい、抜かれるわけにはいかないので、ただいくか。おー、面白い。しかも GTR 対決、はい、リアライズ藤波4位浮上。さらにレオン AMG 菅波もゲイナー安田に襲いかかる。できるだけここは早く11号車を捉えて前に出ておきたいところ、菅波東吾。さあここで今13コーナーで並んだか GTR に並んだか、65号車レオンが並んだ。しかし安田は GR スープラコーナーでインを守る。そして今度はアウトから狙っていく菅波東吾ですが、13コーナーから GR スープラコーナーで65号車を抑え込んでいるが、最終パナソニックで菅波入った、はい、菅波入ったけど GTR ストレート早いぞ。ただストレートでは GTR の方が分があります。ストレートは GTR のターボエンジンが非常に速いぞ。65号車5番手になっている菅波東吾は絶対にインは渡さない、絶対にインは渡さない。インベタで行く。1コーナーインさえ抑えれば11号車にはその順位は渡さないというその意地が感じられる。菅波のインを守って1コーナー順位確定だ。レオン菅波は5位に浮上。これでリアライズ GTR が単独でランキングトップに立った。レオン AMG はリアライズよりも前でゴールしないとチャンピオンはない。リアライズはタイヤ交換をすると考えた時に、はい、
まあ、レオンは必然的に無効感で前に行くんじゃないかなと、うんうん、これだ、仮にレオンが無効感で行って、うん、変な話トップに立っちゃったなんてことがあった日にはもう大変ですよ。もうぐちゃぐちゃ、もうなんとかしなきゃいけなくなってくるんで、うん、現在4位はリアライズ GTR、 そして5位はレオン AMG。 レオン AMG は殿下の宝刀、あの秘策を持っている。それはピットストップの時間を大幅に短縮できる起死回生のタイヤ無交換作戦。仮にレオンがタイヤ無交換作戦に成功して2位となり、リアライズが4位でレースを終えると、逆転でレオンがチャンピオンとなる。タイヤ無交換作戦を選択しないリアライズ GTR JP オリベイラは、Of course, I think they will not change the tire, so the, after that will be, you know, the second stint that will be probably ahead after the pit stop. But we shouldn't worry about, you know, all the situation. We should just do our own race, and that's what we're doing. 果たしてレオンはタイヤ無交換で大勝負に出るのか。レース22周、ついにレオンがピットイン。カーナンバー65番のレオン、ピラミッド AMG 菅波東吾はピットに入る。さあタイヤは何本変える、それとも変えない、どっちだどっちだ。動き出しました。22ラップタイヤない、無交換です。無交換、無交換、決め打ち無交換。さああとは何秒で給油のタイム。さあさあこうなったら22秒です。22秒3。タイヤ無交換作戦を選択したレオン、ここでガモー直哉に無線が入る。後ろに52がいるからね、気をつけてね。すぐ後ろに52が来てるよ。作戦を順調に遂行するレオン、気になるのはライバルたちのピット作戦。トップのスープラ、そしてリアライズ GTR、 どうする。まだいける？上げられるの無理だよ。入ろう、この人入ろう。リアライズ GTR ピットイン。チームの命運を任されたのはベテラン JP オリベイラ。作戦通りタイヤは4本交換。レオンに比べピット時間がかかるのは当然だが、迅速なピットワークは必須だ。果たしてタイムは？レオンよりおよそ14秒遅い36秒8でピットアウト。リアライズはレオンから大きく遅れ4位でコース復帰。チャンピオンは遠のいたのか。そしてスープラがピットイン。埼玉トヨペットスープラ、今ピットインしました。タイヤは交換しません。タイヤ無交換です。さあ無交換でいきます。タイヤ無交換の最速トヨペットスープラ、ピットタイム22秒です。スープラもタイヤ無交換作戦、レオンの前でコース復帰。これでチャンピオン争いはまたもや分からなくなってきた。レオン AMG ガモー直哉は2位を走っている。しかしリアライズ GTR は4位。ということは GT300 クラス、この順位でいくとレオンがチャンピオンと。やっぱり無交換作戦で、あとはリアライズのオリベイラ選手がタイヤ4本交換するので、ここからもう一気にペース上げてくると思うんで、はい、どこまで追い上げてくるかっていうところですよね。リアライズは3位のアドビックス86をオーバーテイクできればチャンピオンを手に入れることができる。
レース残り20周、3位アドビックスとの差は11秒もある。リアライズ JP オリベイラは逆転できるのか。上げてますか、向こうかの可能性あるんじゃないですか。ちなみに300クラスのアドビックス6号車が無交換ですか。タイヤは、これ交換したんですか。4本と4本と、はい、6号車はこれタイヤを4本交換しているので、うん、その後ろのリアライズはちょっと厳しい、前に出るのは厳しいのかなっていう状況でありますけど、うん、そうですね、どうなんだろうな、うん、GT500 クラスも経験した大ベテランオリベイラにリアライズのチャンピオンは委ねられた。パートナーの藤波はどう見ているのか。まあ、とにかくプッシュしてもらってるんで、はい、まあ、タイヤも僕らが一番新しいですし、ペースも今いいんで、はい、全然問題ないと思います、はい、行けますか。ちゃんといや、もう行くしかないんで、必ず JP さんやってくれるんで、それを信じて。リアライズはアドビックスの4周後にタイヤを変えているので有利な状態。そしてレース残り12周、リアライズ JP オリベイラが気合の追い上げを見せる。300の3位争いは、その差は今コントロールラインを通過して何秒だ。 GT300 の3位争いはその差3秒差、2桁のタイム差がありました。その差を JP が詰めてきている。オリベイラ、11秒あったアドビックスとの差をなんと3秒まで詰めてきた。そしてレース残り10周、3番手のアドビックスを捉えればチャンピオンも捉えることができます。さあ、その差はどれぐらいだ、その差はどれぐらいだ。今コントロールラインの通過をしていった JP でオリベイラ、その差は1秒1。リアライズと前を走るアドビックスの差は1秒にまで縮まっています。なんか匂いますね。危険な香りがします。前のアドビックスを抜けばチャンピオンに大きく近づくが、ボルテージは最高潮。どうだ、小高がインを抑えて JP でオリベイラは今しっかりとインを並べるか。チャンピオンへ向けたキレキレバトルが始まる。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。JP オリベイラ、前のアドビックスを抜けばチャンピオンに大きく近づく。さあ来た、さあ来た、 JP どこで仕掛ける、 JP どこで仕掛ける、ダンロップコーナーか、ダンロップコーナーか。どうだ、小高がインを抑えて JP でオリベイラは今しっかりとインを並べるか。危ない危ない、接近しすぎると JP は危ないぞ。いや、そこ無理するか。飛び込んだ JP 逆転、3番手浮上イコールチャンピオン確定ラインに入りました。もうリアライズ GTR がアドビックスを捉え、チャンピオン、このままいくとチャンピオンです。56号車はこのポジションを守れればチャンピオンと。ついに JP オリベイラが3位を奪った。
このままフィニッシュすればチャンピオンを獲得できる。しかしリアライズ JP オリベイラは攻めの走りをやめない。勢いそのまま2位のレオン AMG ガモンをロックオン。そして後ろから56来た、56来た、 JP オリベイラが直接対決する。かっこいい、いやー、かっこいい。56号車、しかし65のレオン、ここでちゃんと行くのか、すごいですね。はい、メルセデス AMG が前に出るか、ガモーナオヤ、しかしタイヤが消耗している。 JP でオリベイラが決めた。これでリアライズはチャンピオンが確実な位置まで上り詰めた。そしてレースは最後、飾りましたのはグリーンブレイブ GR スープラ。チャンピオンは取れませんでしたが、圧倒的な勝利。最終戦で勝利したのは埼玉トヨペットグリーンブレイブ GR スープラ、吉田弘樹、川合浩太。シリーズランキング2位ね、シリーズランキング2位、ありがとう、本当に精一杯やったからね。そして GT300 クラスのチャンピオンはリアライズ日産自動車大学校 GTR、 藤波清人、ジョアロ・パオロでオリベイラ。の藤波はもちろん、ベテランのオリベイラにとっても初のチャンピオン獲得となった。これ以上嬉しいことはないですね、本当に。 We keep getting stronger through the year, always having our own race. 本当にいい仕事です。いや、JP さんありがとう。レースとしてはかなり惜しい、はい、悔しい結果だったと思うんですけれども、また来年リベンジします。ありがとうございます。激闘のスーパー GT2020GT300 はスーパーカーバトルの名にふさわしい戦いで幕を閉じた。そしてもう一人新たなチャンピオンが誕生した。さらに劇的勝利を手に入れたあの男が新たな真実を語る。2番手スタートの平響がトップを奪い、そのままチェッカー、9連勝を遂げた。そして平はこの第10戦で見事チャンピオンを獲得。続く第11戦、このレースでも平が強さを見せ、連勝を10に伸ばした。そして迎えた最終戦、ポールスタートの平木礼二が平を抑え勝利。平の連勝を止め、今シーズンを締めくくった。この後チャンピオンが語る激闘の真相。スーパー GT2020 チームラインナップ。ランナップリボー GTR の青木孝之です。田中敦です。車が決まってまして、この間のレースでは3位の表彰台に何度か立つことができました。青木くんの大活躍があって、まあ、チームも初の表彰台に立ったんで、青木くんの邪魔をするように頑張ろうと思います。いや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 。次回は
チャンピオンが今シーズンの激闘の真相を語ります。どんな苦悩と葛藤があったのでしょうか。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンピオンが語る激闘の真相。